はい、どうもこんにちは。たけちゃんこと奥さんでございます。はい、というわけでね、今日はモダンコンバット、MC4、バックトゥーザヌーブ第2回というわけでね、今回はまたっていうか、今回っていうかな、いつもずっとこれからね、彼、グッチ君行くこと、カミヤンとね、いつもやっていくんですが。はい、というわけで、グッチ君、どうも。はい、どうも、グッチことカミヤンです。はい、というわけでね、今回もまたいつも通りのベアーボーン。で、ステージはどこでしたっけ？お、コンパクトオール。はい、ステージは、このバックアイアですね。ほう。おーやコンパクト。当たんね。やばいやばい。逃げろ逃げろ。死ぬ。助けて。コンパクト強っ。強いな、最初から。まあ、というわけでね、私とね、神谷さんはね、まず、今日はちょっと気合を入れてアタッチメント新しいの買いましたね。買ったアタッチメントは、何でしたっけ？バーティカルという、はい、アタッチメントですね。素晴らしいですね。反動っていうか、クロスヘアの広がりを抑える的な感じですね。まあ、腰をやるときには、腰でやるときには必須な。ほんまそうですよ。腰ダメのときには必要な必須のアイテムです。アイテムじゃなかった。アタッチメントですね。あ、そこに来てるよな。レーダーに打つと、助けるぜよ。助けて。死んだ？やべ、やべ、まだ大丈夫。あ、倒した。いいね。なんか武器落ちない、この人。あ、これはユーフィアや。いいね、ユーフィア。ユーフィア。ノワタケ、でも、シャレとる。またはいいよ。ノワタのユーフィア、シャレとる。え、待って待って、どこ、え？あ、倒しちゃった。もうありがとう。今日のね、私はクソ立ち回り、クソエイムというわけでね。全くキルできないと思いますが、まあそこは勘弁してやって。うわぁ、投げ、グレラン来た。待って、当てない。これユーフィア使っていいの？拾ったやつ。いいよ、拾って。いや、グッチが昨日、使っていいって言っとったやん、拾ったやつ。自分で言っとったやん、昨日。もういいのか。そうそう、昨日言っとったやん。昨日っていうか動画で第1回の。あ、そうそう、言ってましたな。自分で言ってたじゃないですか。そうそう、あそこにおる、一人ブルーシートのとこ1、ブルーシート1。おったおったおった。上やりました。ナイスナイス。あ、やられた。うわ、立ち割り。これは立ち割り。あ、来たスタンダードマガジンで25人倒す。おお、グッチさんは、ね、スタンダードマガジンで25人殺すというあれゲットクリアしましたね。というわけでお金と経験値がもらえたはずです。これは500ぐらいだったかな。安いな。小学生の小遣いだったらだいぶでかいけど。まあそれぐらいやろ。中学生の小遣いできたら1000円とか5000円ないとちょっと厳しいな。まあ高校生まで来るとちょっと1万近くないと厳しい。あ、ロング1かも。ブルーシートにいる人、え、マジ押されてますな。ただいま、グッチこと神谷さん5キル3です。私が4キル4ですというわけですね。でちなみにチームのキルはレッドチーム側が、11キル。ブルーチーム側が19キル。ちょ、待って、コンパクト強くね？瞬殺される。まあ、レート負けですな。パッド4と5、こっちは iPad Air とか5ですか？強い。やはり、ね、アカウントをまた初めから作ったということ。あー、ロケラン。危ね。危ね。お、来た来た。カーボンストックで25人倒す。いいな、そんな金もらえるん？わかんない。ああ、やられた。強えな。アイアンサイト強えな。スカーのアイアンサイト、かっこいいくらいいけ。そんなことない？私結構好きなんで。めっちゃかっこいいよ。私とグッチの、感度や操作のあれについては、後から後ほどスクリーンショットを貼っておきますので、ぜひぜひ見てくださいね。ちょ、待って。これ、妹ってね。待って。ぶれ。お、仲間がびっくりした。やべえ。待って、バスレジェル。強いなぁ。このマッチ強いなぁ。それ。グッチさんが7キル5です。私が7キル6です。です。はい。まず初期朝のノアタに近い縛りがきついな。めっちゃ大きい。じゃあ足右見る。あー、そっちに俺も。あ、こっち側からじゃあ回っていこうか。と。結構最初の武器は、何を買おうかなって思ってる。あ、思った。やっぱそこはスナイパーでいきませんか。そう、トツナーかなですね。まあここで言いますと、私とこの神谷さんはね、トツナーがとても好きなんですよ。 MC4。 そう、下手だけどね、うん、まあ、うわ、ナイスか。横からキルを奪う。ちょっとあの人コンパクト使っとったよね。あ、コンパクト絶対拾う。やだぎ。コンパクトノンカスやったら全然使えない。え、そう、ノンカスの意外と使えない。ロシア、待って、出落ちからコンパクト拾ってそこで死んだ。ちょっと
この人強い。めっちゃうめ。この人うまい。超高額なサイン。あ、一人おった、一人おった。やばい、クソゲーム。ちょ、弾が20発しかない。もう一人おった。そう、それだ。ちょっと、エクステンド買いやがったかな。エクステンド買いやがった。あ、やばい、グレマスった。お、スカー。スカーで21人殺す。助けるぜ。うわ、ちょ投げもマジやめろ。お、スタンダードさ、マガジンで25人来た。おいね、さらにランクが上がる。待って、あ、ナイスアシス。そうじゃないね。お、いいね。めっちゃ忘れてました。チャレンジクリア、なんかめっちゃ連続で来る4つぐらい。お、このブルーシート下でアシリーズした。あ、うわ、めっちゃおる、めっちゃおる。ちょっと待って。ちょっと、めっちゃおる、めっちゃおる。こっちこっち来て、広場。どこにいる？広場オッケー。広場のブルーシート側来てくれ。待って、弾少なくね？待って、弾少ない。やられた。30分だったら絶対今のいけた。ぐっちこと神山さんが、ただいま11キル7です。で、私が、どうした？11キル9です。というわけですね。めっちゃ遠いなぁ、そこは。待って、めっちゃおるした。こっちが下、たくさんおる。下？こっちが下におる。下？ブルシどこ？いや、こっちが、なんていう？階段下？階段、あ、オッケーオッケー。あれ？鉢合わせで勝ちましたね、今のエイム力とか立ち回り。あそこ上におるわ。あ、やばい、そっちから来てる。あ、じゃあ、ディスポ側を。じゃあ、任せろ。ディスポ側任せて。敵おらんくね。おい。ナイスキル。ん？ナイスキル。ありがとう。ディスポ側おらんだ。32対41でね、こっちかなり押されてますね。やばいですね。まあ、ちょっと金がいい感じに溜まったら、グッチさんと私のとっつな動画になると思うんで、まあ、そこは気にせずご賞味ください。というわけでね、もう終わっちゃいますね。あ、一人おる。グレナン使っとるやん、この人。まあ。そこは私の心の広さで許す。私たちの心の広さ、おったとか。え、何をこう。もわもわ。ちょっと待って、助けて。どこ。こっちこっち、ブルーシートした。あ、やばい、死ぬ。あ、死んじゃった。やばい、死ぬ。惜しいな。待って。こっから神の立ち回りを。だって、あと、あ、待って、あと、最後ぐらいは仕切り欲しい。おっと。来た。絶対来る。神エム。来た。自分で何言ってんだ、こいつって。視聴者さんに思われてますよ。視聴者の皆様に。あ、おた、もうは、これいける。あー、ちょっとやばい、殺すんだ。やっぱあと3キルだな。リロード。3ですしたら負けか。だよね。コインガン絶対、一人、絶対コインガン死んでしまうタイプだし。突っ込んで死ぬ。そう、やばい、弾なくなった。よくあるある。もうは広場やろ。うっしゃ。倒した？お、え、逆転いける？いけそうやな。4。逆転いけんか、これ。2点差。あ、やばい。ラストワン。よし。殺せ。じゃ、仲間、下手な動きしてるんだよね。あ、やばい。うわー、どんまい。はい。というわけでね、今回は、ベアーボーン、バックファイヤーというわけでね、私が17キル9です。神谷さんが18キル10です。というわけでね、まあ、うん、チャレンジクリアもしましたし、お金がたくさんもらえて、経験値も増えたということなんで、じゃあまた、金が貯まったらスナイパーライフル買いたいと思いますという予告をしておいて、はい、だけお疲れ様でした。お疲れ様でした。あらゆるノワールの戦いアクションするアンカレーアイカンラジック初見の人やばい。